私ですか？店長なら中にいますよ。あ、お前はこの前の。ヒロシ、またなんかしたかね。何もしてねえよ。ヒロシ、そうは本当かや？それは事情があって。知り合いの子供で息子のように面倒見ちょうだ。ヒロシ、今の話は事実かね？それは迷惑をかけたみたいでごめんなさい。これには男の事情があるんだよ。ちゃん言い訳は通用せんで。気配こと言うだが、おばちゃんの気が短いのは知っちょだろが。ノズ先輩だよ。あんたを脅かしてこの町から出ていくようにしてくれって。あがんやつの子分になって情けねえやな。ただで飲ませてくれるって言われて。兄さん、ごめんなさい。こいつがたずげなことして許しちゃって。あがんやつに義理立てすることないで。兄さん、何が聞きたいね。はい、言われとります。それはいつも靴を履いちゃおけんですよ。秘密の靴です。ヒロシ、あれがあがこの人に聞かせちゃだわ。あれはでもな、あいつの歌声があに。好きな女の子に歌のプレゼントをすると言ってCD に曲を入れたんです。俺手伝わされたけんその CD を持っちょって。しょうがないな。恥ずかしい内容ですよ。親しいってほどじゃないですけど、先輩には昔からよく世話になっとったんで。バーで働き始める前もこっちに来ることがあると必ず顔出しに来てくれました。戻ってきたてて話も聞かんわ。また待ち伏せしてたのね。あなたがいくら探りを入れても誰も彼女の話はしないわよ。
あなた、本当に危ないわよ。尾行されてるわよ。下手な変装をしているけど、彼ね。ダメよ、やめて。昨日、彼からメールがあったのよ。とにかく、彼を刺激することはやめて。あなたを力ずくでも黙らせるって。彼の強行に出ないように助けを呼びましょう。私のお願いなら聞いてくれる人物がいるわ。もう一人いるでしょ。山はつかないわ、猿よ。あなたを一人にするのは危険なようね。でも私は一旦局に戻らないとならないの。どこ？なんでもないわ。いい、今はやめておくわ。お前が忠告を聞かないから悪いんだぞ。お前が悪いんだぞ。間一髪。
発だったな。いってぇ！ナイフなんて振り回さないで。どうしてこんな路地裏にいるのよ。マックス間抜けね。お前らどっちの味方なんだよ。俺たちはお前に犯罪者になってもらいたくないだけだ。身内に犯罪者が出る気持ち、お前が一番よく知ってるだろ。いいけど、どうするの？野球部の応援用に使っているのが車に積んであるから持ってきてやるよ。そんなやつ知らねえ。チビというあだ名のやつはどこにでもいる。俺とは限らねえだろう。CD プレイヤーを持ってきたぞ。知らねえって言ってるだろう。俺があいつを知ってる証拠があるのか。翼をなくした俺は光を。だからなんだよ。なんだ。お前の言ってる意味が分かんねえ。何が恥ずかしいんだ。いい曲じゃないか。俺は天才だな。話はこれで終わりか。高校時代に彼女にラブメールを送ったでしょ。何を言い出すんだよ。その反応、やはりそうだったのね。文面は、俺の瞳は本気だぜ、スパークしてくれ。あのメール、間違えて私に届いたのね。あれ、そうか。って、別にそれは俺がチビだという証拠にはならないだろう。第一、俺の身長は低くない。うるせえ！なんだと？別にチビが嫌で、これを履いてたわけじゃねえからな。それは。違う。会社のことと靴は関係ねえ。もういいだろう。これ以上身の回りのことでとやかく言われるのはごめんだ。お前のせいだぞ。ちょこまかと動きやがって。これは運動用じゃないんだ。たくさん歩いたら擦れるさ。痛そうね。大丈夫？大丈夫だ。あいつが船に乗った時、
追いかけて次の船に乗ったんだ。その時に少し休憩させてもらった。だから痛みはない。関係ないだろう。ママはママだろう。何がおかしいんだよ。うるせえ。俺は何もしてねえ。あの旅館に防犯カメラはついてねえ。しまった。やめろ。やめてくれ。野津君には悪いけど、私も証言するわよ。俺も見たままを話すぞ。頼む。警察には言わないでくれ。この通りだ。謝る。こんにちは。暑い日が続いていますが、元気にしていますか？昨日クラスメイトと夏祭りに行ってきました。チビがお父さんの会社のことで悩んでいたので、元気にしてあげようと計画したんです。お父さんが建設会社の社長をしていたチビは、みんなが羨むような贅沢な暮らしをしていました。でもこれからは厳しい状況になるようです。みんなとても心配しています。チビは明るい性格でクラスの人気者ですが、わがままな面と気弱なところがあります。今の彼は大きな困難に直面していますが、頑張って乗り越えてもらいたい。お坊ちゃん育ちのチビだけど、芯は強いものがあるはずです。私はそう信じています。社交的で明るい性格の彼ならきっと乗り越えられる。それに彼には私たちがついています。困った時や落ち込んだ時、友達を頼ってほしい。友達って心の薬なんだと思います。マックス君も友達を大切にしてください。ふみのあや。 PS、 マックス君は好きな人はいますか？俺はそんないいやつじゃねえ。俺は最低の男なんだ。15年前、俺は生きていて一番辛かった。でも一番の思い出もあったんだ。あの夏祭り。チビ。わ、祭りに行こうぜ。なんだお前らか。脅かすなよ。高校最後の夏なのにこんなところにいていいの？お前たちも知ってるだろ、親父はみんなの家を欠陥住宅にしたんだ。祭りなんて行けるかよ。
お前とは関係ないだろう。町の人はそうは思わないよ。俺の顔を見たら何か言ってくるに決まってる。そう思ってみんなで狐の面をかぶったのよ。これなら誰かわからないだろう。早く行こう、露店が終わっちゃうわ。ありがとう。しいね、みんなにドッキリを仕掛けてるみたいでワクワクするわ。アイドルのお忍びデートみたい。ビッチー、話をしないでください。あなたのおしゃべりでバレちゃいますよ。ちょっとビッチって言わないでよ、バレちゃうじゃない。おいしそうな綿菓子があるな。お前は食うことばかり考えてるな。言いがかりつけてくるようなやつがいたら私噛みつくわよ。おいおい、それだけは勘弁してくれ。ありがとう。あれ、何か光ったよ。ホタルよ。この時期にホタルなんて珍しいわね。綺麗。そうだよ、俺がチビだ。あの日は嫌なことが忘れられた。のずくんが心配していたことは書いてなかったようね。噂は事実なの？事実だとしたら私は許さない。
話して。あの頃俺は時期になっていたんだ。進学がダメになり先が見えなくなって。それで彼女を襲ったの？だから未遂だよ。学園祭の後俺は倉庫でタバコを吸ってたんだ。この荷物倉庫に置いてきて。私が持っていくわ。ここでいいかしら。ゴミが床に散乱していて危ないな。画鋲まで落ちてるわね。誰かいるの？チビか、脅かさないで。いや、やめて。あんな真似をしたのはあの時だけなんだ。すごく後悔してる。信じてくれ。私許さない。未遂だって犯罪は犯罪だ。分かってるよ。だから俺も苦しんでるんだよ。俺はやっとここまで来たんだ。もう少しで店を持てそうなところまで来たんだ。強姦未遂していると知られたら終わりだ。この話は誰にもしないわ。でも許さないから。お前たちだって隠してるだろ。お前の探している文野彩は自殺したんだよ。卒業式の後俺たちは教室に呼び出されたんだ。話ってなんだよ。みんな適当に席について。みんなに挨拶したいの。別れの挨拶。今日で私はみんなとお別れです。文野彩はこの世からいなくなります。さようなら。事実なんだ。本当よ。だから真相を突き止めるなと言ったんだ。お前が探していた文野彩はもうこの世にいないんだよ。地方であった単なる自殺だ。全国ニュースにならないよ。今の話は事実よ。嘘じゃない。